曲級でデッドアライブするアキミロです。はい、続きやっていきます。前回連合から猛攻撃を受けました。今回はそれぞれしのぎながら攻めていきたいと思います。こちらの指導に関してはもう多分負けることはないので、ちょっと動画部分自体はカットしていこうと思います。こちらの勝敗に関してもおそらく綾音で平坦斬り成功してフルボッコにできると思うので、ピンチにならない限りはカットしていきます。平原は顔料軍の芝居が来てますね。徴用軍は前回帰っていってます。ただこれ全部入るとかなりの兵数になるんで、多分また出てくると思うんで、そこは入れていこうと考えてます。そして曹操軍の受春ですね。こちら格好ともうちょっとで倒せそうです。で、今回この受春取りに行きます。本当は超人軍行こうと思ってたんですけど、勝敗ちょっと攻められることが多かったり兵が集めにくいっていうのもあるんで、どっからも攻められない巨将から受春狙っていきます。ではピンチの深夜見ていきましょう。両夫、うわー、やはり逃げられないか。両夫は意地でも敵に近づいてしまう。一部隊は撃破。左からも来てんな。受春から綺麗が出てきましたね。この部隊とか倒していけば結構受春は減らせるかな。さあ助攻平坦斬りできるか。はい、星さん撃破。捕まえることできず、平坦は切れたけど両夫がやられた。バカだ。くー、一騎打ち。どうだ、趙雲 VS 徐光。これは当たった。徐光怪我してます。相手にとって不足。おりゃー、しかも平坦斬り。徴用軍攻めてきたっぽいです。これ下に来てるから狙い僕よか。ちょっとここら辺で指櫓とか作ってたんで妨害しに来たのかもしれません。もしくはこっちかな。いろいろ作ってたんですよね。まあなんとかなると信じて戦いましょう。結構川は相手も弱いはずなんで。さあ助攻倒せるか。士気が本当にやばいな。こっちも耐久か、耐久がやべえな。よし、助攻撃破です。しかも捕まえました。オッケー、これは大きいぞ。ダメだ。ああ、左右さんが亡くなりました。うおー、そして曹さん脱走。ちょっと退治時に1万1000の感触上げます。今呂布と趙戦を受春の方に向かわせたんですけど、退治時も一緒に向かわせます。おまけで趙博さんも一緒に投石で出します。もう表にいる部隊を倒しながらも受春攻める準備始めていきます。徴用軍やっぱ牧羊ですね。狙いめっちゃ加工してきてる。この8000で防げるかな。まあなんとか頑張ってみます。ではちょっとピンチな徴量さん見ていきましょう。徴量さん耐えられるかな。全右歩だったかな。仲間できなかったですね。あ、ケイキさん仲間入り。いやダメだな、徴量耐えらんねこれ。はい、撃破。強ぜ、きれい。しかし平坦斬り成功。わあ、徴用軍めっちゃ攻めてきてました。てか長州やられたかこれ。ダメだー、これ下がろう。お任せください。くえ、承知した。消費が下がれねえな。でもこれ捕まらないことを祈るしかねえなー。今度は深夜を見ていきましょう。龍馬さんダメです。よろしく頼む。あ、仲間入りです。龍馬さんよかった。お、綺麗、捕らえたようです。オッケー。敵も上陸してきましたね。よし、孫奮さん撃破。だー、少しバトンがやられた。あ、平坦斬りです。そして効果からも舞台出てきました。1万2000の投石と7000の距離、数多いな。
序南周りは花崗トンと倉庫が出てきましたね。これはどこまで来るんだろう。ちょっと読めないな。芳順の方まで来るのか。平原周りは張飛やられて帰りましたね。ちょっとこれどうなんだろう、平原に来るのかな。若干顔料軍の芝居も来てるんですよね。ただここ今出てる舞台ないので、今回見ていくのも深夜にしましょうか。この平坦切れてるやつをフルボッコにしていきましょう。霞一気に近づけ、長雲も行け、よしフルボッコじゃ。あと110、惜しかった。重春から倉庫を書こうとが出てきてますね。で、呂布が突っ込んでます。ちょっとこれは援護に太子寺高順送りましょう。あと平坦切りを狙っていきます。では深夜とどめです。正気さん撃破。お、陳流で摂津宗さんから発見です。そして曹操の方です。呂布、あ、相手逃げてってる。一応呂布追いついてるから、天下無双打ってくんないかな。ちょっと趙雲に1万2000の感触あげます。これでこの7000と遠すぎる1万2000の孫策軍の部隊倒しに来ます。馬頭趙雲6000です。2人とも魚鱗ですね。2人はどうしようかな。この砦の効果得ながら戦いましょうか。みんな行くぞ。はい、官僚軍攻めてきましたね、上から。で、牧羊も戦争開始になっております。ちょっとここはわざと陸に上げて、陸村と両党で挟み撃ちにしたいと思います。ここまで来てくれれば両方当てられるんですよね。ちょっと徴用軍の強さが気になるので、こっち見ていきます。結構こう、こっちも食らってるな。節操さん断られました。ダメだ、硬い。リクソンは、あ、下がれた下がれた。どうだろう、上陸してくるかな。顔料軍逃げてきました。あっという間でしたね。ここから眼光で撃ちまくろうと思ってたんですけど、ちょっとさりげなく左から神竜狙われてる気がするんで出します。本当は長領さん怪我治ってから出したいんですけどね。いや、ちょっと帰るか。ちょっとここら辺の3名ぐらいの部隊をフルに持たせて、その上で倒しに行きましょうか。よし、行くぞ。長領は無理でも我らで守るんじゃーと思ったけど、弓矢倉はもう無理か。土塁だったら、あー、作れる。よし、ここだ。いざ行かん。再び徴用軍とのバトルです。ちょっと落とし穴を作りました。はい、節操さん仲間入り。節操さんはもういません。送りすぎたな。はい、これで観光は逃げられない。しかしもう一歩前に出てよかったな。官僚隊また来ましたね。今度は投石持ってきました。炭鉱だけで大丈夫かな。ちょっと宝徳5000も奉仕で出します。相手が逃げればいいんですけど、逃げなかった場合は倒しに行きます。官僚軍の兵も削る。受春周りは敵なくなったんで、ちょっと陣とか作っておきます。で、深夜周りですが、一部隊はもう倒したみたいですね。そして平坦切り成功してるんで、葛西さんも倒します。ただ、後ろから来てるんで、こいつらも倒さなきゃですし、左からも来てるんですよね。ほんと深夜大人気スポットだな。再び、徴用軍です。ダメだな、戦歩仲間にならず。観光さん捕まえてくれ。一応、城から頑固も出しました。ダメだ、捕まえらんねー。おお、指導の方で一騎打ちか。あれだこれ、仁鶴 VS 長城です。にしか違いがない。これは分からない。頑張れ仁鶴。おお、いいぞいいぞ仁鶴。仁鶴仁鶴
よしよしよし、勝った勝った。元君主の意地を見せました。ありゃー、まあ向こうは余裕です。お、劉備も倒したか。オッケーオッケー。ちょっと人事を変えたいと思います。結構深夜の方といい、この牧羊周りといい、水軍がちょっと欲しくなってきました。コスト的には33で6にできますね。これでなんとかここら辺ちょっと片付けたら、牧羊の兵やこの陳留の兵も上に向けようと思います。正直ちょっと徴用軍が邪魔に感じるようになってきました。ただすげえ弓矢倉とか作られてるからな、時間をかけてゆっくり侵食していかないとダメかもしれません。では深夜見ていきましょう。完成さん撃破、捕まえました。超の突撃が1アップ。一応バガンさんも出しました。しかしいけないか、船に乗っちゃった。戦歩ダメー。よし、やつは平坦切りできたでしょう。お、なんか芝居が平坦切りになってます。ラッキー。オッケーオッケー、フルボッコに行きましょう。心得た。そして徴用軍は引いていきましたね。これいやー、突っ込んできてほしかったな。できるだけこの船で突撃してきた時に倒したかったんですけど、ピンチの後にチャンスありということで、ちょっとこっちも北上開始しましょう。お、陳留の長領ついに怪我から復活しました。ここは兵がいっぱいあるんで出しましょう。どうしよっかな、もう1枚1000で出そう。問題は北に行くか下に行くかなんですよね。ちょっと陳留やっぱきついかな。陳留の方向けましょう。間に合うかちょっと怪しいですけど、出陣する。では再び深夜見ていきましょう。前走さん撃破、捕らえることはできず、戦法ダメです。霞が一歩下に動けない。くっ、仏様の姿を晒すとはって、呪春か、襲われたっぽいな。これ戦法も脱走、あれ違いますね。ああれだ、指導の方の戦いだ。ここにいた敵武将を多分捕らえたんですね。どうしよっかな、ここの弓矢倉とかもほぼほぼ破壊したんですよね。この不遂感取っちゃおうかな。今幸いここの矢倉とか壊すために砲戦照射で出してたんで、このまま何でしょうか、ちょっともう突っ込もうと思います。平坦切れてた芝居さん全然元気なんですけど、なんで芝居さんちょっと強すぎじゃないですか、マジで。もう一回、もう一回平坦切りだ。再び深夜です。これ霞無理だなーって、バーガンまでやられた。マジか。あー、捕虜がー。きつい。これはきついぞ。なんとー、超高都立が上陸の妨害してきました。これ上陸できっかな。何でしょうか、なんとかしてほしいですけど、ちょっと厳しいかも。さっきの逆パターンですね。今度こっちが不利です。かしこまりました。呼んだか。いや、かなりきついな。これは負け戦かもしれません。変わらずピンチな深夜です。バットは下げました。捕虜の扱い、あー、笠井さんか。おお、仲間入りです。マジか。あー、平坦切れも失敗したか。確信がー。おお、オッケー、超運動の先方炸裂でかー。深夜から霞とバタを出します。今度はこの下から来るやつと右から来るやつに対してですね。くそー、キリがないなー。まあ、まずはどうしよっかな。
霞は下に向かわせるとして、あとはちょっと定法を倒していただきましょう。宝徳もやられちゃったみたいですね。芝居も倒したみたいですけど、なんか新しい部隊が2部隊来てるな。ようか。残念だけど撤退だ。勝てない。徴用軍の方はなんかちょっと下がってくれましたね。包囲占領が怖かったのかな。一応旅坊がもうここまで行けるんですよね。呼びましたか。上陸まではできる。イクソンの応援に行かないとまずいな。これは弓矢倉が地味に邪魔なんだよな。とりあえず囲むしかない。任せてくる。どうかしたか。弓矢倉破壊するのは後だ。再び深夜です。おお、一騎打ち。リクソンとかちょっときついな。リクソンじゃ69-8。これは負けた。いい気分だぜ。くそー、傷を打とうわ。手がしたか。お、水溝で倒した。しかも捕まえた。成功へ。やるやん。王に入ればおとなしくなると思ったら間違いだぜ。あ、リツーも倒したようです。よかった。さあどうだ。弓矢倉が一応炸裂してますね。ここまでか。ああ、セイレンさんが亡くなっちゃった。あとは超爆さんもマジか。あれ、超爆って出撃してたじゃん。うわー、工場兵器が丸々なくなった。投石部隊が3001つ減っちゃいましたね。ここ一応周りのマス埋めてるんですけど全然出てこないですね。そろそろ出てきてもいいと思うんですけど、こっちが前に出ないとダメかな。両方が長江と接触してますね。でもこれ平坦切れんじゃないかな、協力してやれば。いける気が。こちらにちょっと士気を上げないとまずいな。軍楽台をここに作っておきましょう。指導はもう戦闘始まってますね。てか接触しちゃってる遺跡隊と。これはまずい。勝者持たないな。仕方ない。ここで結構減らしてまたリベンジしましょう。再び深夜ですと思ったら一騎打ちだ。李確と遺跡、これは勝ちでしょう。はい、圧勝。とっとといなくなってくれればいいんですけどね。王政の統率がアップ。そして霞と孫作に接触。テーフ撃破。捕まえることはできず。なんか官僚軍の武将勝手に平坦切りになってましたね。ラッキーです。長飛に倒していただきましょう。そして徴用軍の方は平坦切り失敗してます。後ろから部隊が来てる。徴用自ら来たんだ。わあ、港も封鎖されてる。周宗が来てる。マジかい。いろいろと厳しい状況になっております。再び深夜回りです。お、霞の技炸裂。大勝天武。これで前奏さんは終了です。捕まえろ。無理か。一騎打ち。超高相手には無理だな。いくら両党でも89-90。あ、でも分からない。2しか差がない。頑張れ両党。今こそ、今こそ2の差を埋めるとき。ダメだ、押されてる。いやー、負けた。いい勝負だったんだけどな。長江さんさすがだぜ。くー、霞の方にはまだ突っ込んでくるか。お、大井占領です。ドガーン。これで受信の周り余りました。何気に不遂感落とせるかもしれません。あと2648なんですけど、壁もあとちょっとです。さて、で問題の受信ですね。大井占領完成したのでちょっと近づこうかな。どうした。多分近づけば出てくるはず。こりゃもうダメですね。これは上陸完全に失敗ですわ。徴用軍舐めてかかりすぎました。
いけるかなと思ったんですけど、とてもじゃないけど無理だ。撤退しようにもこれ逃げられないかもしれないな。恐ろしい、恐ろしいぞ、チョヨグ。承知しました。再び深夜です。あ、やべ、めちゃめちゃ水光部隊がぶつかっちまった。やべえ、成功映画、これは終わったか。しまった、ミスった。おっ、やった、スイカ落としました。甲冑だ、めっちゃ欲しいぞ甲冑。でも平坦切りは成功です。お、王道レベルが7になりました。コストアップ、どうするか、水軍つけるか。今の私には水軍が必要だ。とにかくあの川を有利に進めればこっちにも勝ち目がある。決定、動くとするか。顔料軍はこの歩を取って帰ろうとしてんのかな。徴用軍、これリクソンがダメだな、捕まらないことを願うのみです。再び深夜です。一騎打ちだ、劉邦か。いや、勝ったでしょう。オッケー、霞式アップ、おいそう。しかも兵いっぱいのこと、うん、命あってるものだね。ひとまず生き延びたことを予想しましょうか。これ捕まったな、リクソン。お、理解さん、ああ捕虜にしてた人か、捕虜。はい、艦銃さん撃破。はい、長雲の戦法炸裂。うりゃー、劉邦も撃破、捕まえた。あー、艦公さんも捕まった。やべ、どんどん捕まってる、徴用軍の方に。はい、撃破。くっ、うん、総将、曹操軍が自身から出てきたか。いや、出てきてません。ん、あー、超人軍だ。超人軍の兵が1万以上あったのに減ってる。綾音と秋広&大井たちの指で倒してくれたんだ。よし、これはもうマリーで行きましょう。そうだ、14は連合中は捕虜返還すらできません。親善がそもそもできないんで、仲悪い状態では返してくれません。そして顔料軍侵入してきてるな、倒しに行かないとダメか。くそー、敵の攻撃が全く収まりません。引き続き深夜です。リクソンは取られちゃったんですけど、長雲とかはねまだ無事なんでキープしたいですね。これ以上有名な武将を奪われたくない。あー、超運がでも大丈夫だ、超運守ってるんだっけな。徴用軍は戻った部隊と追ってきてる部隊に分かれてます。ここまで追ってきたら倒したいと思います。どうなんだろう、この戻ってる部隊がリクソン捕らえてんのかな。あ、長江だけだ。これ誰が捕らえてんだ、この電柱さんだ。電柱さんがリクソン捕らえてます。こいつだけは絶対倒したいな、追ってこい。今回は可否を見ていきます。ようやく攻められる時が来たんで。そして理解さんの仲間入りです。マリー突っ込め。いや、このターンでいけるかいけないかってとこだな。うーん、残念。あ、よし、張り付いた張り付いた。なんと捕虜を持った部隊帰っちゃいました、電柱さん。くそー、劉備もこれ帰ってるな。追ってこいよ、こっちが前に出れば追ってきてくれるかな。深夜はこんな感じですね。まあ深夜ももう大丈夫かな、壁もだいぶ回復してきましたし、うん、ここはよほどのピンチじゃない限りはもう見るのやめましょうか。その代わりちょっと呪春全然攻めてこないんで、もう一歩ずつみんな前に出したんで、多分次のターン出てくると思います。ただ今回はちょっと可否、こっち見ていきましょう。おそらくこっちも敵出てくるんじゃないでしょうか。
やっぱり出てきた。しかし綾音を前に出しました。お、甲虫の代わりです。オッケー、はい、撃破。リテンさんすまんな。うん、でも曹操軍出てきてない。お、牢に入ればおとなしくなると思ったら大違いだぜ。じゃあ、あれだ、みんな一気に突っ込ませました。回避は俺がもらう。顔料軍の同盟、霞の統率アップ。はい、あとちょい。耐えるばかりじゃなく、こっちも城を取りたいんだ。あ、さっき顔料軍の武将を捕らえたんですね。ここ平坦切りしたんですよ。いや、オッケーオッケー。あ、観光さん帰還してる、脱走したみたいですね。よかった。あとなんか決済ついてるな、なんだこれ。功即位です。ついに功になる時が来ました。いやー、連合に襲われてる中だいぶきつかったっすけど、ついに功になりました。皇帝ありがとう。おー、功即位おめでとうございます。呂布だ、小隅様のために。格だ、長将だ。なんか悪い人が多かったような気が。深夜は大丈夫ですね。全然呪春攻めてこないんですよね。もうこれ前に行った方がいいのかな。でもさすがに工場兵器でもない部隊で突っ込んでも無謀な気がするんだよな。なんでここまで出てこないんだろう曹操軍。大体コンピューターここまで近くに来れば出てくるんですけどね。徴用軍とは完全決着です。向こう撤退し、こっちも近くにいたやつ倒して終わりです。では可否の最後です。このターンで終わりちゃい。はい、可否の城陥落です。可否を制圧。いやー、つらかった。また超人か。超人何回目だろう。解放。すまぬ、噂にたがわぬ人君って言ってましたね。捕虜を捕まえました。4人、誰も来ない。捕虜、お、綾音も入って、総称無理。じゃあ停止。再び深夜回りです。はい、両層撃破です。超人軍少し援軍向けてましたね。しかし間に合わず、とりあえず今回はここでやめたいと思います。いやー、各箇所戦争多くて大変です。次回は呪春ちょっとダメかもしれないですけど、攻撃仕掛けてみます。このまま放置しておくとどんどん兵が増えてっちゃうんで、あと残り一つの超人軍の都市奪っちゃおうと思います。そうすれば中原は完全にこちらのものです。いやー、連合相手に城取っていくのはすっごい達成感ありますね。やってて楽しいです。とりあえず今回はこれで終了です。この動画良かったなと思ったら高評価ぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録していただけると次の動画を作る励みになるので、まだ登録されていない方はぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。私はブログとツイッターもやっています。ブログではゲーム実況に役立つ情報やプレイ感想などを記事にしています。ぜひ覗いてみてください。Twitter では1週間の配信予定を固定ツイートに載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた。